おい、下にはさっきも言っただろうが。クソマリモは黙ってな。こっちはさっきまで上。砂だらけの部屋だな。あ？なんだありゃ。なんかあまり仲良くできなさそうな奴らが徘徊してるぞ。このフロアもひどい砂ぼこりだな。女だと思って舐めてると痛い目見るわよ。そこでけ。行かねえよ。やるじゃねえか。ギアセカンド頼むぞ。ジェットバザーカー。え、あたし？サンダーチャージ。うわー、そこまで。ずいぶん奥まで来たな。おかしいわね。もう一度開店前の部屋に行ってみるのはどうだ。確かに何か見逃してるのかもしれないわ。女だと思って舐めてると痛い目見るわよ。準備 OK だ。みんな、いけるよな。任せて。ちょっと痛い。
分と様変わりしたわね。道はシンプルになったようだけど。でも面倒そうな奴らがうろうろしてるわ。おい、なんか上で光ってるぞ。何かの紋章のようね。あの形、さっきの台座のくぼみと同じ形してない？六角形だな。でも随分高いぞ。どうやって取る？何か仕掛けがあるのかもな。仕掛けか、面白そうだ。探しに行こう。全部蹴散らしていくしかなさそうだな。道が壊れてる。これじゃ向こう側に行けないわね。やってやるか。天候の科学、とくとご覧あれ。準備 OK だ。刀の鍵にしてやる。よし、みんな、ほっ。食らえ。すぐに、こう。行くぜ。テンペスタ。
ってこい。よし、交代だ。効かねえよ。刀がうずき。よし、俺様に任せろ。やっと俺の出番か。まだやなってねえの。強烈なのをお見舞いしてあげる。テンペスタ。紋章が砂に埋もれちまってる。ハハハ、俺に任せてくれ。俺のコテコテの力ならできる。よし、こいつだな。ありがとう。アディオ、お前の能力って便利だな。まあな、これぐらいは朝飯前だ。アディオ、さっきはありがとうな。役に立てて何よりだ。下に階段がある。よし、行こう。さて、かなり進んだな。巨像が出てもおかしくねえ雰囲気になってきたぜ。よし、見張りは俺に任せろ。巨像はお前たちに任せた。お前も戦うんだよ。今度はどんな巨像だ。行くぞ。よし、本気にさせやがったな。肩慣らしといくか。トラッキー。
なで力を合わせるんだ。これで元気になるぞ。助かったチョッパいっちょやるか。ゴムゴムのピストル。間違ってもレディに手出すんじゃねえぞ。ディアブルジャンプ、トルミエールアッシュ。できてるな。ゴムゴムのピストル。やっべ。逃がさねえ。よし、やるか。なめんじゃねえ。この程度だ。一刀流、シッソンソン。覚悟しろよ。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットバズーカ。あいつの弱点はどこだ。これで元気になるぞ。俺に近寄るな。無駄だ。お前たちの相手は俺。マナーがなってねえの。俺がまとめて相手し、そっちか。そこをどけ。俺が相手だ。行くぞ。ほっ、テンペスタ。よし、邪魔だ。よし、行くぞ。このみんなは俺が助けるんだ。これで元気になるぞ。ほっ、テンペスタ。やってやるぜ、クロカット。よし、はっ。
見ろ、ここにもスイッチがあるぜ。よし、じゃあ押すか。行くぞ。よし。お、すげえ。上に登ってくぞ。そっか、龍砂を使ったエレベーターね。落ち着け、どこに行くかわからねえエレベーターに飛び乗るのかよ。落ち着くのはあんたよ。もうここまで来たらどんな場所に出ても驚かないわよ。最初から使えりゃすげえ楽だったのによ。お、また鏡のやつだ。行くぞ。よし。
こいつは風を操るのか。むしれ。うわあ、吹き飛ばされそうだぞ。すごい風ね。でも、ええ、このぐらいならとっくに経験済みだ。そういや俺たちもっとすげえ嵐を何度も経験してるしな。ああ、あんなやつに俺たちは負けねえ。よし行くぞお前ら。ギアセカンド番号のジェットバズーカブルジャンブフランバージュシャット。刀がうずく。本気出さねえと。グランデ。やっべ。くそ。違う。これで元気になるぞ。おう、助かる。ちょっとは本気出さねえ。グランデ。くそ、違う。ブルジャンブフランバージュシャット。くそ、やべえな。この号のジェットバズーカ、トップグリーンの多彩性見せてやる。必殺ひまわり星。言ってなんかいねえぞ。これで元気になるぞ。ありがとうチョッパ。ちょっとは本気出さねえ。グランデ。ディアブルジャンブフランバージュシャット。多彩性見せてやる。ど真ん中だ。
怖くなんてねえぞ。これで元気になるぞ。ありがとう、チョッパ。おう。お手柔らか。うん。グランデ。粋なことするじゃねえか。行くぞ。おう、援護は真っ赤。ゴムゴムだ。火炎ピストル無機。めちゃめちゃ効いたぞ。お、俺から行く。悪い、助かった。腹ごしらえだ。ありがとう、サンジ。行くぞ、ゾロ。え、どれ。こくて。うそ。やる。何だ。ちょっとは本気出さねえと。ん。グランデ。これで元気になるぞ。ありがとう、チョッパ。お手柔らか。ん？グランデ。強そうだからって逃げ出すわけにはいかねえ。あたしが必要ってことね。サンダーランスクーポン。誰か早く止血を。行くぞ、ゾロ。え、ゾロ。こくて。うそ。やる。何だ。グランデ。
レディの前で情けない姿は見せられないな。腹ごしらえだ。ありがとう、サンジ。私の番のようね。オチエンタフルクロトアマーノショック。誰か早く止血を。さて、お手並み拝見だな。その程度だ。ディアブルジャンブ、フランバージュシャット。一筋縄ではいかなそうね。オチエンタフルクロトアマーノショック。医者、医者を呼んでくれ。これで元気になるぞ。ちょっとは本気出さねえと。うん、フランデ。その程度だ。マナーがなってねえの。ちょっとやばいかもな。そんな。なんかいねえぞ。ほら、これうまいぞ。ありがとう、チョッパ。おう、これは気を抜けなそうな相手ね。肩慣らしといくか。いくぞ。二刀流、いよいラショウモン。あの風はやっ…俺…飛ぶ…もしも…さあ、リムのところに持って帰りましょう。また何か難しいことを調べているの？あなたが2年間気象を学んだのはウェゼ…この文字に見覚えがないかしら。言われてみれば…でも似ているだけよ、全く読めないもの。文字は文化や歴史などによってあっけなく形を変えていくものよ。だけどその基礎となる部分は固くなに変化しないわ。何が言いたいの？そうね、この島にはウェザリアと源流を同じくする人たちが暮らしていたという仮説はどうかしら。その人たちが記した石板なの？じゃあこの島の人は空島からやってきたってこと？この石碑だけではそこまではわからないわね。ただ何かの関係があったことは確かね。何？二
体目の巨像もか。これはまずいことになってきたな。あってはならない歴史だ。知られるわけにはいかぬ。元帥を呼べ。話があるとな。結局ここって、結局ここって何を研究する施設だったのかしら。おそらくだが風だろうな。なんせ風を操る巨像がいたんだからな。でも風と砂に何の関係が。あ、そっか、砂ぼこりを利用して風の動きを目に見えるようにしてたんだわ。どうなるんだ。心配するな。リムがうまいことやっ。な、どうしたロビン。なんでもないわ。ただ、さっき見た石板のことで少しね。さあ早く戻りましょう。あ、リムだ。おいリム。さあリム、箱も手に入れたし、あの不思議空間に連れてってくれよ。今度の冒険はどこに行くんだ。次はここね。ここは、ナミが覗いたキューブの中には見覚えのある大きな噴水をいただいた町が映し出されていた。またあの町に行くことになるとはね。ロビン、もういなくなっちゃダメだぞ。ありがとうチョッパ、もういなくなったりしないわ。なんだか大変な場所のようね。大丈夫よ、さあ行きましょう。迷路のような砂塵の遺構を越え、風の巨像を倒した麦わらの一味。新たなるキューブを手に入れた彼らは、再び記憶の世界メモリアを目指す。水の都で意外な人物が彼らを待ち受ける。自称、海上都市。ウォーターセブンの冒険。もう一度お前と旅ができてよかったよ、メリメリーとは、ここで別れるんだったな。
なあルフィ、俺少しメリーと一緒にいていいか？あ、わかった。じゃ先に行ってるぞ。なんで彼は残ったの？そっとしておいてあげて。俺と決闘しろ！このウォーターセブンも前のアラバスタと同じように現実の世界と全く同じじゃないのよね。見た感じ変わってるところはねえな。俺たちここで何をすればいいんだ？そうだな、アラバスタじゃクロコダイルを倒したから、ここでは CP9 のロブルッチを倒せばいいんじゃねえか？それなら今回はそいつを倒すことで目的を達成できるはずだわ。そうか、それじゃあ鳩のやつを探すぞ。ロブルッチって何者なの？恐ろしく強い敵よ。 CP9 という殺し屋集団のリーダー格なの。そうだな、鳩のやつは強かったな。闇雲に探しても奴がどこにいるかわからねえ。まだアクアラグナは来ていないようね。てことは鳩の野郎はまだ船大工をしている頃合いだな。じゃあ決まりね、向かうのはガレーラカンパニーよ。